グランズシティモリアは、茨城県モリ市東屋2丁目にある大規模マンション。倉庫数550個で、30階18階18階の3棟から構成される。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、モリ駅の東、徒歩7分の場所に建設された大規模超高層マンションである。倉庫数は550個で、3つの棟が太陽に向かって、 翼を広げるように L 字型にレイアウトされており、中央は高さ101.21メートルで最も高いエアリータワー、北には都市をデザインしたアーバンウィング、南には自然をデザインしたガーデンウィングが配置されている。駅から徒歩7分と距離があり、住宅中心の大規模区画整理地内の広大な敷地内に建てられていることからゆとりがあり、 自走式駐車場を100%確保しており、1階は一部を除くカッコに専用庭が設けられている。また、東は小建てを中心とした低層の街並みが広がり、南、西側が古城側であることから、低層階でも遮るものがない立地となっている。当初は、ハッピー無理や途中から暮らし、ブランドをキャッチコピーに、 ユースケ・サンタ・マリアを及び元上・マナミが広告に起用された。ブランズ・シティモモリアの周辺は2000年代以降に形成された戸建てを中心とした新興住宅街でマンションも5階建てのものが一棟あるだけであった。そのことや当地がスーパー予定地であったこと、スーパー出店計画撤回後の突然の超高層マンション計画浮上や、 計画変更によるさらなる構造化など近隣住民の不満が高まり、東谷町内の住人による建設反対、建設中止の署名及び陳情が行われた。また、建設中はモデルルーム周辺を中心に東谷町内の至るところに反対の上りが立ち上った。敷地内に各種施設を備えており、居住者が使用できるようになっている。 また、セブンイレブン等の一部店舗は、道路沿いに設置されており、居住者でなくても利用が可能である。鉄道バス自動車、ありがとうございます。